皆さんこんにちは、はるです。行ってきました。こちら文具女子博インク時間デコ時間 in 京都ということでですね、どんな感じだったのかというのと、あと押さえておきたい限定品とかおすすめ品などを紹介していこうかなと思います。入場までの説明はいらなくって、もう商品だけ見たいっていう方は説明欄の方にチャプターがありますので、そこから飛んでいただければと思います。それではどうぞ。はい、まず会場なんですけれども、こちらですね、 JR の京都伊勢丹10階の催し物バーという読み方でいいのかな、まあ催事場ですね、こちらの方で行われておりました。で、チケットは前売り入場チケットによる完全入れ替え制で、E プラスの販売ページか、もしね、まだ前売り入場チケットが残っているようであれば、直接会場に行っていただいたこの入り口付近、この辺りですね、この辺りの方で当日券が販売されているので、そちらで購入して入場することができます。で、私は9月の29日木曜日の第1ブロックに参加させていただいてきました。で、第1ブロックは伊勢丹の開店時間が10時からなので、会場のその受付の入り口っていうのが外から入るようになっております。京都駅の駅内に大階段っていうね、スポット場所があるんですけれども、その大階段の左右から伊勢丹に入る入り口があるんですけど、その階段の真ん中付近に10階の催し場に行ける入り口があるんですね。で、そこの入り口入ったところで受付がされているので、そこに行くようになるんですが、ちょっとね、写真を撮ってくるのを忘れてしまったので、アナログなんですけれども、はい、書いてみましたすいません、こんな感じで。で、まあ、ここ大階段があって、で、JR の京都駅の、中央口から出て左手の方にね、長いエスカレーターがあるんですけど、そこずーっとずーっと上がっていただくと、その大階段の横にもね、エスカレーターで上がっていけるところがあるんで、そこももっとずーっと上がっていっていただくと、この10階付近のところに、この真ん中ですね、真ん中あたりに人が立っているので、で、こちらの方まで行くと、あ、受付こちらですよっていう風に案内があるので、そこから、これ実はこう、建物の中に入れるようになってるんですけど、ここから中に入って、受付するというような感じになっております。はい、アナログですいません。で、一応チケットの方にも実は書いてありまして、ここですね、9時より10階の大階段出入り口西側から入館いただけます。入館後は初めに入場受付をお済ませください。その後待機列に整理番号順にお並びくださいっていう風にあるんですけれども、もうね、受付が終わったら外に出ることもできるんですね。で、私はそうですね、9時15分ぐらいかな、結構早めに着いて受付だけ済ませて、で、外に出たんですけど、9時45分50分ぐらいに、その整理番号順のテープのところに戻ったんですけど、結構皆さんね、ゆっくり外にいらっしゃって、で、開場する5分前ぐらいに戻ってくるというか、並び始めるっていう感じだったので、そうですね、結構その密にもならずにすごく良かったなっていう風に思います。このね、整理番号順に並ぶための待機場所がすごかったんですよ。ちょっと見ていただきたいんですけれども、こちらですね、ドン、ちゃんとね、等間隔でテープを貼ってあるんですよ。すごくないですか。これが270番まで続いてるんですよ。で、このね、準備本当に大変だったんだろうなっていう風に思いますね。一つ一つテープ貼らなきゃいけないし、なんかね、これがね、本当に私ここまで丁寧に列整備されてるイベントって初めてだったので、ちょっと感動してしまいました。で、今までね、私が参加してきた文具女子博って時間でブロックに分かれていても、そのブロック内で早く来たら順番にその中で並んでいって、で、入っていくっていう感じなので、そのチケットを取った順番ではなかったんですね、確か。なので、なんかこうすごいなっていうふうに思いました。早く行ってね、ちょっと並ばなくてもいいっていうのが、今後もやっ
っていってほしいなって難しいと思うんですけど、ぜひ続けていってほしいなっていう月曜日のお話でございました。ということでですね、商品の方に移っていきたいと思うんですけれども、まずはねちょっと会場の様子だけご覧いただきたいと思います。こんな感じです。こんな感じにパーテーションがあって中が見えないようになっておりました。会場自体は結構広かったんじゃないかなっていうふうに私は感じました。でフォトスポットがあったりもして、結構ねゆっくり見ることができました。では回った順番にお迎えしたものを紹介していきたいと思います。まずねここで待機列ですね。私はまだ整理番号が前の方だったのでここに並んで、で順番にここの入り口から入っていくようになっておりました。でまず私が向かったのはこちら22番のパラグラスさんのところですね。はい、こちらはガラスペンが販売されておりまして、こちらですね、はい、でお迎えしてきたものなんですけれども、いや実はねちょっとね我慢しようと思ったんですけれども、やっぱりね我慢できなかったんです。ということで、はい、あ逆になっていますね。はいはい、2つ箱があります。ということは2本お迎えさせていただきました。ありがとうございます。ということで開けていきますね。ちょっと白い紙を下に置かせていただきます。はい、こんな感じで、で開けていきます。ではまずこちらから開けていきたいと思います。これはじゃあちょっと横に置いていきますね。じゃじゃじゃーん、おーかわいい。こちらですが、こちらの方が文具女子博限定のガラスペンの秋うららというガラスペンになります。こんな感じです。すごい秋らしいカラーのとっても綺麗なガラスペンで、結構ね短めの小ぶりなガラスペンになります。これを取って先がこんな感じですね。はい、とっても描きやすそうなぷっくりつぼみのような可愛いペン先になっております。で緑色のこの色が入っていて、ここがこんな感じのね、はい、秋らしいカラーになっているのと、あとはねペンレストも可愛いんですよ。こちらめちゃくちゃ可愛いですよね。葉っぱになっているので、ま、置くと、はい、とても可愛いです。はい、では2つ目も開けていきたいと思います。はい、説明書が入っていてこちらですね。わー、とっても綺麗。こちらがこちらもね文具女子博限定の夏明けというガラスペンになります。はい、こんな感じですね。ピンクと青のガラスペンになりますね。ペン先見てみましょう。こちらも、はい、こんな感じです。この気泡が入ってるのもすごいいいですよね。とっても描きやすそうです。で、こちらとペンレストがまた可愛いんですよね。これわかりますかね、アイス水色のね、すごく青緑かな、とっても美味しそうなアイスとガラスペンですね。すごい可愛い組み合わせ。ちょっとアップにしますね。こちらが夏明けさんですね。はい、ということで並べてみました。めちゃくちゃ可愛くないですか、このね夏明けさんと、あとこのね秋うららがこう並んでるのがまたいいですよね。まあ、四季のシリーズなので、あと春風とあと冬霞かな、その2本もあるんですけれども、まあ今の季節がちょっとね夏から秋にもう向かってるというか、もうほぼほぼ秋なんですけどね、本当はね実は秋うららだけをね今回購入させていただこうかなと思ったんですけど、
といつもねすごく人気なので、文具女子博参加した時にいつまたねお迎えできるかわからなかったので、今回ちょっと2本お迎えをさせていただきました。はい、次どんどん紹介していきますね。次こちらのパラグラスさんからずっと奥に行くとこちらにデルフォニクスさんございますので、そちらの方にも行ってまいりました。はい、ではこちらの方ではこちらのね可愛いロールステッカー先行発売のものを買ってきました。テイブマスキングロールステッカーですね。あとはこちらは文具女子博限定のクルールケース L のピンクの色味のですね、こちらもお迎えしてきました。こちらはですねお持ちのロールバーン、手帳だったりロールバーノートだったりあると思うんですけれども、こちらを持ち運ぶ時とかに、まあ表紙とかねカバーもあるんですけど汚れないようにちょっとこう入れて、あとはあの使うペンとかもねここの方にまだ隙間があるのでフリクションぐらいだったら入りますね。こんな感じで入れて止めて持ち運べます。めちゃくちゃ可愛いですよね。でここにね銀色のハック押しがされてるのでちょっとねこう上品な感じがしますよね。これがちょっとね文具女子博限定がもったいないぐらい定番化してほしいぐらいとっても可愛いのでおすすめです。ロールステッカーもちょっと貼ってみますね。ここから開けて取り出してこんな感じで、なるほど入ってますね。で周りのここの透明なものを取ってここですね、ここから何期目が、あ、ここですね。はい、ピロピロピロってつながってるので、猫のこのグラスからだからここまでかな、手でちぎれるかな、あ、ちぎれますね。はい、こんな感じですね。じゃあちょっと貼っていきたいと思います。なるほど、あ、すごいです。これわかりますか、ここに切れ目があって一つ剥がすと上と下で分かれるようになってますね。ということはこれをちょっとちぎっておいてこんな感じでこれで保管しておいてもいいっていう感じですね。あ、これすごいありがたいですね。ここを剥がしてからここを取るような感じですね。なるほどなるほど、なんかここかぶってますね。ということなのでちょっと剥がしてみますね。マスキング素材なので、あ、やっぱり簡単に剥がれますね。これは何かに使うので置いておいて、こんな感じです。はい、緑の方も入ってみました。こちらも鉢柄入ってましたね。こんな感じです。うん、すごい可愛いですね。はい、次に向かったのがこちらのデルフォニクスさんの方からこうずっとこちらに行っていただいたところに風浪さんがありますのでこちらに行ってきました。こちらのお目当てはじゃじゃん、お名刺になんと文具女子博のこのねデザインがスタンプになっていてめちゃくちゃ可愛いと思ってこれをいただきたいと思って行ってきました。で、あともう少しで切れそうだったので緑色のワックスも補充してきました。これね、このスタンプのヘッドは非売品なんですけど名刺でこう持って行っていいですよって置いてあったので、じゃあということですいませんいただいてきました。ありがとうございます。はい、次がこちら風浪さんのところから横に行った月猫さんのブースに行ってきました。こちらでは
これが気になっていたのでお迎えしてきました。こちらも文具女子博限定のものになります。で、顔料インクなので、ガラスペンで、ガラスペンとかつけペンも多分大丈夫かなと思うんですけど、はい、そちらで書いてくださいっていうようなものになります。で、こちらも試してみたいと思います。開けていきますね。これは結構しっかり閉じられてます。あ、でも下からだと、はい、巻き巻きして取れました。で、ご使用前にインクが均一になるようによくボトルを振ってくださいとのことでやっていきますね。では使っていきたいと思います。ガラスペンを用意するのを忘れたので用意しときました。こちらですね、 LUC さんのペンになります。可愛いですね、はい、結構不思議な色が出るガラスペンなんですよ。では描いていきたいと思います。画面ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、ちょっとね、ここら辺な感じでスーッとこうインクがこう紙に染み込んでいくような感じで、少し薄くなるというか透明っぽくなっていきますね。初めに書いた時の方が白いっていう感じがあるんですけど、だんだん薄い感じになっていくような感じがします。画面ではでもわからないですね。はい、こんな感じですね。では次はサンビーさんに行ってみたいと思います。はい、サンビーさんではこちらのスタンプを購入してきました。可愛いですよね。ここにちゃんとね、京都マップって書いてあるんです。これがね、サンビー坊やスタンプの L 京都リップっていうスタンプになるんですけれども、京都のね、絵柄のスタンプで、せっかくなのでお迎えしてきました。これとか付箋ぐらいの大きさなので、付箋にポンと押して、ここにメッセージを書いたりとか、あとそうだな、ちょっとこう日付とかを書いて、なんだろう、ちょっとした日記じゃないですけど、そういうのとかでも使ってもいいのかなっていうふうに思います。でね、サンビーさんのブースでは、サンビーさんの商品2点以上購入すると、こういった感じのね、ノベルティもらえるんですけど、私これ実は京都手書き道具市でもらったものになるんですが、その時にもらっていて、でその時にたくさんちょっとハンコを買ったので、今回はね、ちょっと2点じゃなくこれ1点にさせていただきました。あとね、もう1個はアモガワジャンプっていうね、同じ大きさのスタンプも京都柄であったんですけど、ちょっと私が行った時にはもう完売してたので、こちらのみをお迎えさせていただきました。このね、ノベルティも可愛いのでね、ぜひゲットしてください。ここにね、ペンが置けるようになってるんですよ。はい、可愛い。続きまして、こちらサンビーさんから横にいての福明ハンコさんですね。こちらに行ってきました。こちらではこの2つのちっちゃなスタンプを購入してきました。これはね、結構ね、こういうカードのハンコ珍しいなと思って、こちらと、あと私春って言うんですけど、春はスプリングの春ではなくって、実はね、晴れの春なので、これはいいなと思って買ってきちゃいましたね。はい、こちらですね。あとは文具女子博限定のスタンプっていうのもありまして、こちらちょっと私はお迎えはしていないんですけれども、スタンプ、サンプルを押してもいいよということだったので押させていただきました。文具女子博限定がこちらですね。スミーになるんですけど、すごいこれも可愛かったです。あとはこの辺りもサンプルで置いてあったので押させていただきました。はい、続きまして、こちらの福分けハンコさんの方からこちらに行って、サイエンさんって読むのでいいのかな、こちらに行ってきました。こちらでお迎えしたのがこちらですね。本当はね、一つ一つちょっと貼っていこうかなと思ったんですけれども、
ちょっと時間の関係でまた違う動画でね、こちらをご紹介させていただこうかなと思います。今日は文具女子博限定のこちらのデザインのものもお迎えしてきました。こちらもね、すべてあのサンプルがすごくわかりやすいものであるので、ぜひご覧になってください。次ですね、こちらを通り過ぎてパピアプラッツさんや、あとワールドクラフトさん、このあたりですね、このあたり行ってきまして、でワールドクラフトさんの方でこちらですね、これもねちょっと読み方がわからないんですけど、アミエかな、こちらのフレークシールを購入してきました。こちらもねちょっと時間の都合で貼れないんですけど、またねあの別動画で一緒にね、これと一緒に貼る動画投稿しようかなと思ってますので、そちらの方もご覧いただければと思います。でこちらの方もねたくさんサンプル置いてあったので、ぜひそちらをご覧いただければと思うのですけれども、とりあえずはね今回はちょっとご紹介ということで、次回の動画楽しみにしてくださるととても嬉しいです。はい、でこちらから次はセーラー万年筆さんの方に行きました。でセーラー万年筆さんの方でプロフィットジュニアの文具女子博限定柄っていうのが、透明なものと、あと青っぽいのでちょっとラメが入ってるもの2種類、3300円ぐらいだったかな、あったんですけど、透明の方はまだあったんですけど、青い方が結構人気みたいで、私がこのブースに向かった時にはもうすでに完売していました。なのでその万年筆がお好きな方、入り口からも近いので、よければそれをあの早めに見に行かれた方がいいかなというふうに思います。で私ここであのインクのカートリッジスクイートをやってきました。それがこちらですね。わーたくさんこれあのさっき数えたんですけど46本ありました。これね2回すくえるんですけど、それで550円でできるんですよ。ということは1本12円ぐらい安いっていうね、こんなにたくさんすくえてしまいました。でもうね見えない感じになってるんですけど、ちょっとこっちに置きますね。カートリッジのすくえるのが20色あるんですけど、私がすくった46本はちゃんとね20色ありました。今並べながら数えてます。ちょうどねこの箱が横幅が20本カートリッジ入るようになってるんですよ。20本なんですよ。20本20本で40本の46本、はい、これで数えることができました。まあ、だいたい2本ずつぐらいかな入っていて、ちょっとお得なカートリッジすくいをやってきました。はい、でセーラー万年筆さんを超えてクレタケさんを見て、タグさんを見て、ヘレペンナさんでもねガラスペン売ってるのでガラスペンを見て、ポンテさん、こちらの方ではあの今ねちょっと話題になってるガラスペン、月ペンのねあのいくらだったかな、700、800円ぐらいするガラスペンとかも販売されてて、すごいね色がとっても綺麗なガラスペンでね、私これを実は友達が前に関東の方で文具女子博あった時にお土産でいただいてまして、こういう感じですね、こういうガラスペン、まあガラスじゃないんですけどね、はい、まあ、つけペンみたいな感じで使えるものいただいていたので、今回はお迎えはしなかったんですけれども、結構試した時に本当のガラスよりはかける量は少なかったんですけど、ちょっと書く分には全然問題なく書けたので、初めてされる方には結構いいんじゃないかなと思いました。よかったら試してみてください。で、あと長沢文具センターさん、川崎文具店さんで、栄テクニカルペーパーさんを過ぎて、こちらのねウェブストアライフイズビューティフルというブースさんですね。ここガラスペンがずらーっと並んでてとっても綺麗でした。でアーティミスさんがあって、ここですね、ひめくり&カミテリアさん、ここがね私注目していたところなんですけれども、このね
カフィテリアさんの商品がまた買うことができるっていう、もうすごく嬉しかったです。というのも去年ですね、ちょっとカフィテリアさん元々の会社が営業がちょっとできなくなってしまって、でそのなんていうんですかね、運営を違う会社が引き継がれたんですよね。なのでまあ、その本当はね、その運営をやめられてしまうのかなと思って、この商品が買えなくなってしまったら嫌だなと思ってたら、その運営を日めくりを販売されている会社さんが受け継いでくださって、でそれでこのね素敵な商品が継続して販売されることになったんですよ。でお迎えができたっていうものですね。これがこのクリームソーダの色に合わせたようないろんなね紙が入ってるんですよ。くないですか。これと後ろにね書いてあるんですけど、この紙を使ってますよって、私この里紙めちゃくちゃ好きなんですよ。とショートケーキの方、これもねすごい可愛い色がたくさん入っていて、まあ暖色系が多いのかな。はい、こんな感じの紙ですね。で1枚こうずつ切れるようになってるんですけど、これがまたいいんですよ。私前のシリーズで桜餅っていうのを使っていたんですね。そこからすごくハマってしまった商品になります。これがね桜餅です。わかりますか、ちょっとだけ変わってるんですよこの感じ。桜餅もあったんですけど、ちょっとね同じもので比べたらよかったかもしれないんですけど、ここがね白になってるんですよ前のシリーズは。でも受け継がれてからこういうイラストになってるっていうね。はい、これもすごくいいんですよ。素敵な紙がたくさん入っていたので、文具女子博に行かれる方ぜひ、今回のその文具女子博京都のイベントが久しぶりの出店販売になるみたいなので、ご覧になっていただければと思います。はい、続きましてシールドさんの前バンデのコーナーですね。バンデのコーナーでは、先行発売でこういう和菓子のねデザインのものとか、あとマリだったかなとか4種類ぐらいかな、先行販売のものがありましたよ。可愛いですよね。ちょっとしたねワンポイントに、メッセージカードのワンポイントとかに使えるかなと思って買ってきました。次がみどりさんですね。バンデのお迎えさんみどりさんの方、こちらの方では文具女子博限定のこの転写のね、あイベント限定だから文具女子博だけじゃないかもしれないですね、すいません。こちらで転写シールを購入してきました。はい、まあ、こすったらこうね転写できるっていうものなんですけど、これともう一つ柄があったんですけど、私は文房具柄を購入してきました。これもね何かノートに試したいと思います。はい、次にトコナッツさんのところを見て BGM さんの方に行きました。 BGM さんの方ではセール品が置いてある場所があって、ここで私マルチケースを買ってきました。税込み2200円、安いこれちょっと開けていきますね。もともとが確か4000ちょっとって書いて、あそうですね4400円なのかなのものなんですけど、なんかでもバッグみたいになっててめちゃくちゃ可愛かったんですよ。でこれちょっとバンダナっぽい感じのこういうのがついてて、まあ、こう持てるような感じですねなってるんですけど、中もすごい可愛くって、はい、ここと同じ柄なんです。え可愛くないですか。でここにポケットがあって、ここもポケットがあって、たくさんちょっとね収納できるところがあるんですよ。まあ、この収納どうだろう、カード入るのかな。あ入りますね。よいしょ、名刺ぐらいが、あ全然入りますね。はい、風呂さんのちょっと名刺枚入れてみたんですけど、はい、ここにたくさん1、2、3、4、5、
ごくなんか12枚入れられるポケットがあるので、これちょっと便利そうと思って購入してきました。ヨルバー入るかちょっとやってみますね。入りそう。この薄いノートタイプですね。あ、入ります。あ、入る。あ、いいですね。これ用で使おうかな。こっちも出られますもんね。はい、これちょっとお買い得だったんじゃないですかね。こちらをお迎えしてきました。はい、あとはここ文具女子博の、オリジナルのグッズが売っているブース、アクリルキーホルダーのコレクションのブース、マスキングテープのビュッフェのブースがありまして、一国の人気ですね。こちらとか、あともう一種類のインクはこちらで販売がされておりました。あとはこちらですね、来場記念スタンプというのもありましたので、こちらのご紹介最後にさせていただこうと思います。はい、でこちらですね、文具女子博のこのパスポート、ステーショナリーパスポートを持っていったので、こちらに私は押してきました。こちらは持ってきていないとか、まだ持ってないよっていう方はこちらの方で購入できますので、こちらでこのパスポートを買って、3箇所ですね、こちらとこちらとこちらにハンコ置いてありますので、記念スタンプを押して帰ってみてください。で、その記念スタンプがこの1、2、3、3つのスタンプになるんですけれども、この2つは前の4月の大阪であった時の文具女子博のスタンプと一緒になります。で、京都ではこのスタンプが初めての登場になるということでしたので、ぜひこちらのスタンプはゲットしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ちなみになんですけど、こちらが2万5000以上お買い上げをされた方、購入者特典でクリアファイルがもらえるほか、1万5000以上だとミラーがもらえますので、もうちょっとしたら1万5000だよとか、もうちょっとしたら2万5000だよっていう方は、ちょっとちょい足ししてもらって、こちらも非売品なのでゲットされても良いのではないかなというふうに思います。あとはね、それぞれのブースさんで、SNS フォローで、ノベルティとかね、これ月猫さんからいただいたんですけれども、フォローするともらえるノベルティがあったりするので、ぜひね、それぞれのブースで何かそういうノベルティありますかっていう風に聞いてみるのもいいんじゃないかなっていう風に思います。はい、いかがでしたでしょうか。こちら文具女子博のインク時間デコ時間 in 京都は10月の2日まで行われているイベントになりますので、これから行かれるよという方、ぜひ楽しんできてください。で、ちょっと迷っているっていう方、あとはちょっと行けないっていう方も、今回の動画で少しでも雰囲気とか、あとどういったものがあるんだろうっていうのの、何かね、参考じゃないけど、あ、こういうのだったんだっていう雰囲気を少しでも味わっていただけたのなら、とっても嬉しいです。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画良かったよという風に思ってくだされば、評価、グッドボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。